開戦から1年と4ヶ月皆この厳しい状況に耐えよく戦ってくれた。だが敵の反攻は日に日に勢いを増している。そこで連合艦隊はこれから最後の決戦を行う。まずラバウルの基地航空部隊及び第三艦隊の全空母艦載機を総動員し、ソロモンニューギニア方面に展開する敵航空兵力の撃滅を図る。そしてその後一気に戦線を縮小する。転進するのですか？いや、撤退だ。言葉は正確に使わなければダメだ。マリアナまで引くぞ。ガム・サイパンの基地を不沈空母として最後の航空決戦を挑む。そしてその勝利をもって講和を目指す。しかし最前線を後退させればそこをついて一気に敵が総攻撃をかけてきます。全て後退させるとは言っていない。後方の体制が整うまで前線基地は残しておく。では隊員たちは？ああ、ステイシーになってもらう。講和への最後の戦いだ。